Thank you every day watching my YouTube. I am Yuri D. How are you enjoying to Ohanami? I'm glad to know Japanese culture for many, many foreign country people.Unfortunately, sakura tree is broken by some people. It was Japanese or any people. It doesn't bend the cherry tree.I am keeping garden tree. By the way, I think that trying to broadcasting gain information YouTube today. Please be watching. はい、今回は、こういうちょっと久しぶりの年末以来の動画になるんですけども、ちょっとニュースアナウンサーっぽく、できてないと思うんですけども、お届けしたいと思います。さて、今日は、本日は、これから3つのゲームをご紹介したいと思います。それぞれのゲーム概要欄は、下のリンク欄、もしくは、こちら、出ますでしょうか。3つのゲームをご紹介したいと思います。詳しくは次の動画をぜひご覧くださいませ。では、休憩のユリティさん。はい、皆様こんにちは。今日は初の試みでゲーム動画、ゲーム実況じゃないの、まあ実況にはしないんですけども、ゲーム動画を配信してみたいと思います。いくつか、ご紹介いたします。最初はこちら、お茶会への招待状というゲームです。これはフリーゲームです。提供元はドットアイヘンさんからの、その舞台設定のこの背景に書いてるんですけども、ロンドンが舞台です。ロンドンでも田舎の方に住んでいたこのドナさんという女性が主人公になっています。で、もう一人その使用人の女性の方、そしてでその都会へのロンドン都会へのだその、この人にとってのおばあ様のお家のところに行きます。ちょうど都市部にあたるところに、急遽行くことになったんです。でそのこの人とドナさんとその人に関わるそのゲームです。ゲーム上ちょっといくつかもう進めちゃったんですけども、少しだけちょっと進めてみましょうか。こういうゲームが始まってきます。はい、出てきました。この方はドナーさんという方です。このようにちょっとゲームが少しずつ少しずつ始めていきます。ゲームを進めて始めていくといくつかその選択肢が出てきます。
その選択肢はもう自分の好きな選択肢を選べられるようになっています。まあ、あのこのゲームは、まあ、あの別にバッドエンドっていうのは、まあ、あのなくて、まあ、どのパートを選んだらあのここの話に進むとか、このこれを選ぶとこの話に進むということで、いろんなあのパターンが用意されています。まあ、それがそのお茶会への招待状っていうゲームです。あと急遽、ちょっと原因がわからない止まりが出てきたので、ちょっと急遽 iPad で編集します。と2つ目はこちら、ピアノマン、ピアノレッスンピアノマンっていうiPhone のアプリです。これもフリーゲームです。ここを押すと、まあ、2つ曲が出てくるんですけども、まあ、1つはピアノマンで、もう1つはウィークリーギフト。まあ、これは結構ハードル高いです。あんまりちょっとやってないです。まあ、ここを押すと、まあ、例えば G 線上のエリアだったら、まあ、例えばこういうふうに曲も流れてくれます。まあ、オートプレイっていうのは自動演奏で、プレイがそのこう鍵盤が出てきて自分で弾くモードになります。まあ、例えば私の場合は、まあ、よく弾いてたりするのはこの、そうですね、まあ、ボレロはまあ、初心者さんでも安心して弾けるこの曲になっています。まあ、なのでちょっと点数まあ、もうでもこれでも頑張ってこれぐらいしかちょっと私は弾けてないんですけども、ちょっとこれ試しに行ってみましょうか。で、まあ、こういう画面にできます。で、これで押していくとこういうようにできます。今はちょっとiPad と iPhone でのこの両方同時進行作業なので大変ちょっと打ちにくいんですけども、まあ、こういうふうにどん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 打っていくと、まあ、この表示が出てくるので、まあ、ここに最後に近づくともうすぐ最後ですよみたいな感じで出てきます。で、これで最後かな。まあ、ちゃんと弾けてないのです。多分19% でした。まあ、こんな感じが遊べるピアノアプリでした。はい、最後が、こちら、Nintendo DS、 もうかなり昔の方で申し訳ないんですけども、最近はこの DS 使ってゲームすることが多いです。まあ、ちょっと前にやってたので前の、記録が残ってるかと思うんですけども、こちらです。カプコンさんの提供の逆転裁判です。まあ、初めから続けるからって書いてますね。まあ、初めからってしてみましょうか。これが出てくるとこういうまあ、ゲーム画面が出てきますね。まあ、この逆転裁判っていうのはまあ、その裁判を進めていくすごく超リアルなゲームです。で、かなりちょっと難易度も今までご紹介したゲームよりかはもうなんか高いので、私もまだっていうかこれつけたばっかりなので全然進めてないです。まあ、まあ、どんなゲームなのかは、まあ、最初だけちらっとだけご紹介したいと思います。逆転の切り札、
見えてきましたね。特典の切り札っていうのがありました。こういうあの画面が出てくるんですね。なんかちょっとスキップできるかな。やっぱり最初なのでちょっとスキップはできないんですけども、はい、これで、まあ、実際の、この裁判所の中で、まあ、この人はその裁判長って書いてますね、先生です。で、検察側のその登場人物で主人公が出てきました。まあ、このように、法廷ゲームが始まっていきます。以上が、これはその逆転裁判の初期ではないです、まあ、かなりもう進めたゲームなので、あの4あたりないでしょうか。はい、ちょっと中断してしまいましたけれども、まあ、これが以上あの逆転裁判のゲームの内容でした。まあ、ちょっと画面がちょっと変わってるんですけども、ちょっと失礼しますね。こんな感じに、ゲームが進めていきます。まあ、もしよろしければまだちょっと試しに遊んでみてください。まあ、これはかなりちょっと進めたゲームの画面でした。はい、いかがだったでしょうか。以上がご紹介した3つのゲームの動画でございました。最後にご紹介した逆転裁判のゲームは、今年の予定では9月の発売、新しく6が出るそうです。まあ、そのゲームが買えるかどうかはわからないですし、私自身 Nintendo 3DS を持ってなかったりとかするので、もし試してみたいよって方がいらっしゃったら、まあ、今回のゲーム動画に関わらず、この動画でも見ていただけると本当に嬉しいです。で、まあ、その逆転裁判の、まあ、ゲームもあるんですけども、今回アニメ化もされるということで、まあ、そのアニメがいるのかとか、まあ、ちょっとゲーム構成上もちょっとその裁判っていうあの国なんで、難しい用語とか法律用語とかいろいろ出てくるかと思います。そうですね、私自身もその放送家でもないですし、ロイヤーでもないので、気軽に、アニメとして。さて、これ、まあ、冒頭にもご紹介したんですけれども、詳しくの和の人の概要欄にリンクを貼っていると思いますので、ご覧ください。で、まあ、以前にもご紹介したかなとは思うんですけれども、友人のホームページでも、ちょっとしたですね、フリーゲームってやつとかね、公表されているので、よければご覧いただけたらと思います。こちらの方がちょっと上げておきますので、このところに出されません。はい、それでは、2016年3月撮った時点では30日です。31日でしょうか。本日のニュースをご案内いたしました。お知らせいたしましたのは、ゆりでございます。Thank you for watching my YouTube. Bye.